です。今回も全員的なクソゲー RPG2 続きからやっていきます。でね、前回はそう、このねビリビリおはぎを通り越したところで終わりました。今はもう動かないおはぎのようだ。というわけでね、いきます。え、どうした？いて、静電気だ、チクショーマン。お、え、静電気のおかげで聖剣エクスカリバーが力を取り戻した。え、何、静電気のおかげで戻るもんなの？どういうことやねん。いきなりか。やった。この聖剣エクスカリバーはちなみにプリンセスちゃんが装備できるようですよ。あれ、エクスカリハー、あ、これもうセットしてることになってんだ。じゃあ行こうか。お、休憩室なんてあんの？あら、休憩室っぽいわね。うわーい、ちょっと休んでいこうか。うん、休めるんだ。うわ、なにこれ、めっちゃなんか荒ぶってる。荒ぶってるよ、ここの二人。何？ふう、ここまで特にこれといった障害もなく来ることができたな。そうだね。敵の動きが鈍いのが気になりますね。これだけ堂々と侵入者が乗り込んでいるというのに。確かに侵入者の排除に絶対的な自信があるのか。闇の王軍、待って、闇の王軍団が無能をさらけ出しているのかのどちらかだな。なんだかんだ言って煽ってんな。ん、バウバウ、すごい、ロボボもここにいることになるの嬉しいね。子供たちは無事に元気でやってるのかしら。あー、クソソソがなんか言ってくれてる。そうね、私が落ち込んでちゃダメよね。無駄にたくましいあの子たちのことだから、今頃魔物たちに快適な生活環境の整備を要請していたりするわよね、きっと。そうだよ。ああ、すでに子供の戦闘力ではないからな、心配はいらないさ。そうだね、なんかいろんな意味で結構強かったよね。パウワウ、パウワ、うわー、アルティメット反復横跳び。お茶がうまいの。パウワウ、この葉っぱうめえ。何を食べているんだミスターロボボ、何を食べてるんだ。うん、そういえばこの桶らしきもの気になるよな。確かに、とりあえずぶん殴ってみますか。じゃあぶん殴ろう。はあ、うだろう。ん、何も起きないの。もう一発ぶん殴ってみますか。よし、ぶん殴ろう。はあ、この野郎。あ、ただのオケなのかしら。最後に一発切りかかってみますか。じゃあ切りかかろう。へへ、キエー、お、切れた。何食わぬ顔をしていたが、このオケはモンスターだったようだ。2万の経験値を得た。おーおーおー、クソソソはレベル46になった。え、なに、なんかみんなレベル上がったけど。今回のクソゲなんか変わってて面白いな。今までも変わってたけど。何この会話だけの戦闘みたいな。よし、やったぜ。うん、さてそろそろ行きましょうか。うん、行きましょう。そうだね。ん、そういえば植木鉢の裏に2個なものがあったぞ。何？強戦士のサンダル？え、もしかしてロボボを装備できたりするの？どう？あ、間違えちゃった。違う？あ、違うな。これか。攻撃回数が1回増える。え、
これは嬉しいな。やった、葉っぱの裏に。そんなサンダルなんか隠す普通。あ、なんか本があるね。ん？できるできる、君ならできる、すべてを焼き尽くす黒魔術の教科書と書いてある。おう、ん？どれどれ、試しに読んでみましょうか。ん？これは素晴らしい。ん？もやしメガがすごいビームを取得した。あ、ここで手に入るんだ。2では1さ、1のね、もやしメガまだね、あの手に入れてないんですよね。だから倒せないんだよ、裏ボス。くそー。でも手に入れる方法はいろんな方に伝授していただいたので、まあね、動画に上げるときに習得させますので、皆さんお楽しみに。というわけでね、1の宣伝が終わったところでセーブして、あのオレンジのところちょっと触れてみよっか。ここでセーブをして、オッケー。ここ乗ったらどうなんの。あ、入り口まで飛べるんだ。なるほど。じゃあ行こうか。え、嘘でしょ。この先からとても危険な雰囲気を感じます。先に進みますか。どうしよう。待ってね。それだったら、一回、あ、金眼、じゃあ、ミスターロボボと金眼ちゃんを逆転させて、行こうか。うん。これでちょっとやってみます。この選択が、吉と出るか、凶と出るか。じゃあ、行ってみます。はい。あ、緊張してきた。心が緊張する。空中要塞実験室。え、じゃあもしかして、あやつか。うわ、出たー、こいつ。うほん、うほん、うほん、うん、うん、うん。先ぶりですね。妖獣と愉快な仲間たちよ。またお前か。ドクターなんとか、そろそろ年貢の納め時です。ば、う、わ、う、誰か知らないけど、ぶっ飛ばしてやる。観念しなさい。お、逃げた。思い上がった人間どもめ、真の天才はこの私だということ思い知らせてやる。一年優秀感感17号。お、お、何、召喚君17号なにこれ、なに、人造人間17号じゃなくて。だったら失礼だよ。なにこのクソみたいなグラフィック。ほんとだよ、こんな大きな物体が一体どこから。ポケモン的な。やばいぜ。おひょ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 、おひょおひょ、面白い面白い、一人残れず、はや、チリリしてくれるわ。来るぞ。わけねえ、なんじゃこいつ。また変なね、ことやってますけど、また戦いますけど。マジョコちゃんじゃんね、こんにゃく作って。プリンセスちゃんはこれ。あ、やべ、覚醒波動砲にしちまった。やらかした。やべ。ああ。あ、やばい。あ、やり直してまあ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 。プルプルバリアー。ああ、クォーター、クォーター。なんだっけ、クォーターって。おーほーほー、なんだ、HP を4分の1にしちゃうってやつか。待って、魔女っ子どうしよっか。あ、もう一回出せるか。その 5% の確率が。ヒールさんを、魔女っ子にかけて、ニュークリア剣。あー、やべ、拡散ほどほ、ん？召喚くん17号はモンスターを召喚した。ちょっとなんかいっぱい出てきた。あ、じゃあよかったわ。ある意味拡散波動砲役に立った。ほれ、お、よかった。どうや、5700。うん、でもこれでね、2回連続できるから1万もダメージ与えられるよ。うっひゃーい、やった。さあ、どう攻撃来る。インセインってなんだ。うわ、嘘、なんか約3名、
強制死状態になってるし。嘘でしょ。どうしようか。キュアだな。キュアをミスターロボボにかけよう。全体攻撃味方にされたらたまらんからな。さあやれ、やるんだ。お、やった、倒せた。サイコフィールド、何それ。すべての属性に強くなった。わあ、あ、避けられちゃった。なんで草属性がないんや。あ、なんか、なんか最初に出てきてたね、そういえば。あ、なんか他のキャラももしかして最初に出てたのかな。全然気づかんかったわ。ミスターロボボは、そう、拡散波動砲、ん、召喚君17号モンスターを召喚した。わあ、出た、あの親子、懐かしい。今は懐かしき。クソ、そうそう、大丈夫。ナイス。ブリザードに。おう、おう、大変だ。必殺技アレクル、アレクル何か。魔法キュアじゃなくてリカバー2だな。で、プリンセスちゃんは魔法剣、ニュークリア剣、拡散波動砲。こんなことあるんだ。あ、倒せた。あ、やばい、ミスターロボボ連れてきて正解だったわ。おお、よかった。うっ、うっ、あ、やばい、あ、マジか。失礼、失礼なやつだ、ほんと。アイテム、アイテムじゃないな。これ、これだ。プリンセスちゃんはアイテムで、ヤホードリの鳥をマジョッコちゃんに渡すと。で、ミスターロボボは波動砲で。ん？また？あ、なんか出た！モニュモニュとあれだ！中二だ！なに？またこうやって出すことできるんだ。やめてよ。5608アップデート。戻ってきて。あー、よかった。で、クソソソが、魔法で、あ、リカバー1個しか覚えてないか。あー、どうしよう。一回体勢を立て直すべきだと私思うんだよね。だからね、万能薬をプリンセスにかけて、魔女っ子は魔法でリカバーに。プリンセスちゃんは、どうしようかな。アイテム、どうしよう、なんかいいのないかな。爆発ダイナマイト、ここら辺あんまりね、使いたくないんだよね。どうしようかな。ちょっと一回防御にしとこう。拡散波動砲、これでちょっと様子を見てみようかな。倒せるかな。あ、倒せた、よかった。おかえり。あ、回復した。ガイアバスターって何。あ、土属性か。おっと、みんな強すぎでしょ。さあ、こっからまたちょっと体勢が整ったので、あ、また2回攻撃できる。やったね。で、リカバーかけて、ニュークリア剣かけて、ロボボア戦うと。オッケーオッケー。あ、攻撃してたら、うん、うん、頑張れ、召喚君17号。お前は私の希望なんだ。勇者たちを蹴散らしてくれ。負けるわけにはいかないんだよ。絶対勝ってやんよ。ヒールさんをミスターロボボ、プリンセスちゃんは魔法剣、ニュークリア、ミスターロボボ、これ。いやー、やばいやばい、勝ちたいよ。めっちゃ強そうな攻撃、なんかすごい激しい戦いをしている。今までの中で一番強い敵だよ。うわ、
エターナルバスター。おっと、あーでも勝てた、やったーやった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 、勝ってた、よかった。一気にレベル上がったな、50レベルまで上がったよ、すごい。あ、魔女子も一気に50まで上がった、すごいすごいすごい、みんな一気に50までレベル上がってる。あ、すごい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 、おお、やったー、いくよー、せーの、うわー、やったー。で、なぜかワイロがある、やったー。お、あ、あ、わ、またやられた、もう、いやー、右足の速さは負けるぜ。キンカンちゃん、ドクターフモトは闇の方軍団の中でもそれなりの立ち位置のはず。そやつが出てきたということは闇の方はもうすぐということじゃな。おそらく子供たちもそこに。よっしゃ、ガンガン行こうぜ。うん、ガンガン行こうぜ。なんかめっちゃ広いね。なんかリンゴがあるよ。いつぞやの変なリンゴだ。何度も試行錯誤して苦心の末にあの仕掛けが完成したのだろう。このリンゴ可愛いよね、かじりたいんだけど。腐んないのかな。さあ、ドクターフモトもやっと倒してたけど結構強かったよ。もう勝てないかと思っちゃった。あ、なんかいっぱい。お、マサムネ、おお、ファイナルエリクサー、あ、戻ってきた、復活の羽。ん？エリクサーを5個、やった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 。マサムネってことは中2かな。おー、なるほどね、なるほどね。次は？まだ、うーん、なんか出てきそうだけどな。まあ、ステータスじゃなくて並び替えでちょっと変えようかな。金眼ちゃん、どうしようかな。中2を入れようかな、この中に。別に特に理由もないけど。オッケーオッケーオッケー、よし、行こう。この先には、お、せーの、みんなのお部屋ツー。うん、まさかここまでおいでなさるとはな。驚いたぞ。変な仮面、子供たちを返しなさい。闇の王様のところへは行かせんぞ。話聞いてる？あ、子供たちが闇の王の場所にいるってことかな。貴様のようなクズの相手をしている暇はない。逃げ出すなら今のうちだ。世界は我々のものになるのだ。そんな、ここまでの苦難を乗り越えてきた私たちの力、甘く見ないでよね。お、強い。ハッ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 、我が力の前にひれ伏すがいい。本気で行かせていただきますよ。お、もやし目がガチ。ハッ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 、勇者よ、いろいろ頑張って強くなった貴様の力見せてみるがいい。ハッハッハッ、ぶっ飛ばしてやる。お、ふっは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 。さあ、行くぞ。お、え、1月29日11時6分が貴様の命日だ。え、すごい、1月29日って今日じゃん、撮影日。11時6分って今の時間じゃん。マジすごい、こういう風に出るんだ、そういう風にできるんだ、へえ、ちょっと感動。さあ、さっきの17号くんに続き、今度は闇の、王、闇の暗黒騎士ユータ戦です。音楽もめちゃめちゃかっこいい、めちゃめちゃかっこいいな。
いや、めっちゃかっこいい。なんかほれほれしちゃう。めっちゃ強いパンチ。勝てるかな。今回ね、底上げ役を入れてないのがちょっとね、ほんと良くなかったなって思ってる。勝ちたい。うわ、かっこいい。 BGM かっこよすぎでしょ。お、スパーク。お、強い。でもこのね、暗黒騎士ユータってさ、すごいね、咳ばっかりしてるから正直体が心配なんすよね。大丈夫かなみたいな。さあ、どうだ。おお、いや、 BGM マジかっこいいな。勝ちたい。え、待って。え、弱くない。あれ、弱くない。こんなに盛り上がってたのに弱くない。あれ、なんかめちゃめちゃ弱くない。あれ、え、うそだろ。勇者強すぎ。俺たちの勝利だ。そこをどいてもらおう。お、どう、これが程よい苦難を乗り越えてきた私たちの力よ。程よい苦難なんだ。バウバウ。なんと無様な。お、なに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 。はっ、あれはまさか闇の王の意識的、意識体的な何か。暗黒騎士ユータ集大なるを晒しおった。闇の王様、お許しください。今回はちょっとお腹が痛くて。目障りだ、消えせ。あ、うわぁ、わぁ、あはは、あってひどい。一応味方でしょ。よし、子供たちを取り返したければ、この先の闇の空間まで来るがいい。椅子の上で喋ってなんか変だね。なんか面白い。ん？この先に子供たちが。追いかけましょう。おお、闇の王。狸寝入りをしている。かわいそうだから今はそっとしておこう。なんか叩かれ方がさ、すごくなんかピシーンって感じだったよね。ビンタみたいな感じだったよ。なんか。今回モネとイリザロフ的キャラだけど、この人だけど、なんだろう、なんかあまりにも惨めすぎてプギャーって言いたいけど言えない。ん、早く俺をモンスター少年だよ。俺は商売ができれば何でもいいから、こっそり物を販売しちゃうよ。というわけでですね、いろいろとまた買わせてくれるみたいですけど、あー、ピザでも買っとくかってめっちゃ持ってるわ。そうだ、作ったんだったね、みんなでね。よし、ここでまたまたセーブをしてと、先進めるかな。お、闇の空間への入り口、入ったらどうなるの。あ、なんだここ、見るからにラスダンって感じだな。それもそれなくボス級の敵キャラとエンカウントしそうな感じがするわね。気をつけて進みましょう。なんかこれさ、1となんか見た感じ似てる気がしなくもないんですけど、まあ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 、細かいことを気になさらずで進んでいきましょう。お、ほんとだ、もうすぐラスボスだよって教えてくれてる。面白いな。もうすぐラスボスだよみたいな。そうだな、どうしよう。なんかせっかくなんでリスナーさんに最後のラスボス挑む時のパーティーを決めてもらおうかな。まあ特になければ私は1クソゲー RPG1 で活躍したクソスソと魔女っ子ともやしめが途中にの4人で挑もうと思うんですけど、
もし希望がご希望があれば、あのコメント欄に書いていただければそのキャラで挑もうと思いますので、もしあのご希望ありましたら、コメント欄に書いてください。まあなければいつも通りのパーティーで行くんで、 あらかじめ決めてたね。さあこう宣伝したところでね、あ出た、危ないヘビ、あやばいヘビか、懐かしい、倒したいぞ。お、あダメだ、やばいヘビの攻撃、ほんとやばいな、倒して、あーやったー、倒しきれた。あただあのあれですよ、ヒーラーが、ヒーラーとかなんかなしみたいな感じだったらあの困るんで、ヒーラーは一人ちょっと入れてくださると嬉しいです。なんで 3G か、うわ何これ、何これ、最終兵器姫カットって何で何の話してたっけ、あーそう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 、いつもね何話すか忘れちゃう。そうヒーラーは絶対入れたいので、魔女子か 3G はどちらかちょっと書い言ってくれると嬉しいなーなんて。倒したいなー、闇のオーナー、めっちゃ強そうな攻撃、ザク、わー、あ倒した、よかったー、52レベ結構上げてきたね。この先もしかして、あ待ったね、道の駅って何これ、道の駅なんてあんの、でこっから先まだあるのね、よいしょ、道の駅、あ、だそうです、だそうです。じゃあ、ここで一回終わろうかな。じゃあ、皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。で、パーティーの件なんですけども、まあ、もしよろしければ、こういうキャラ好きだから、これで行ってほしいみたいなの、ご要望あれば、書いてくださると嬉しいです。では、次はいよいよ最後の実況になるかなーってところですね。では、次のクソゲー RPG2 のお時間でお会いしましょう。さようなら。皆さん、いつも最後までご視聴くださりありがとうございました。一つまたパーティーの件で追記がございます、募集の期間なんですけども、2月の3日日曜日までにさせていただきます。動画を撮りたいっていうのもあるので申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。まあ、なければいつも通りのパーティーで行くので、それもそれで皆さん楽しみにしていただけると光栄です。では今回もここまで、見てくださりありがとうございました。また次のクソゲーでお会いしましょう。